ということで、どうもお茶です。今回は番外編ということで、いつもは、スーパーマリオサンシャインの方をやらせていただいているんですが、今回はお友達と一緒に、スマブラ X やっていきたいと思います。友達紹介します。はい、どうも、ショウです。いったすいません、今すいません。翔さんはですね、僕の友達で、チャンネル登録もされています。今回ゲーム実況をまずしようって2人で言ったんですが、先走って俺がやってしまい、まだ翔さんはあれです、実況道具が揃ってません。今しょぼんっていう声が聞こえました。それでですね、で一応ここで実況初デビューということでやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではやっていきたいと思います。ちょっとみんなの声、みんなっていうか俺らの声ちっちゃくなると思います。よいしょ、じゃあ始めると。はいはい、やっていこう。腰が痛い。ああ。というかね、二人してね、風邪気味というね。今回、番外編のスマブラ X ですが、目標は、悪空の使者ってあるじゃないですか。あのストーリーの、とりあえずクリアです。ちなみに二人、ゲームキューブコントローラーです。実際 Wii リモコンでの操作を忘れたという。はい、飛ばします。反応が遅かった。じゃあ一人でで、ね、悪の使者、あれ、前初めからで、お茶が 1P で、2P はショウです。ね、ちょっとね、いろいろ友達が適当につけてるね、あるけどいろいろごちゃごちゃ。わー、なんかいろいろあるね、本当に。この名前ですが、私はミチャンネラではありません。あ、やべ、あのね、やばいね。わさびでもいいんだろうけど、わさびはあまりにもスルーされそうだから、あ、いらんじゃない、でいいと。あら、俺待て、俺もういいや、わさびで行く。じゃあ俺わさびで行きます。わさびはどこだ、わさびはどこだ、過ぎた気がする。はい、これでやっていきたいと思います。どうする、難易度は難しいで行きましょうか。じゃあ中間地点でレベル5。レベル5パーンって。映像はなるべく飛ばさないでいこうと。マジか。この時点で画質がいい、画質っていうかだいぶあれだよね、進化したことは丸わかりだ。というか今マリオ投げ捨てられたけど誰にだという。知らねえ、カービィを投げ捨てられた。マスターアンドでしょうか。クレイジーだから相当気持ち悪いの。どこで誰でやりますか。どうする、じゃあ俺マリオリマでやるよ。マリオリマ、あ、マリオリマにすればよかった。あーくそーくそー。まあね、別にさして変わらんだろう。あ、そんなに倒されました。でもお前当たった気がするよ。キックが当たりました。2波ここでマントという謎の行動をして、あ、ちょっと待って、せいせいせい、よし、来ましたね、マリオらしい攻撃。本来ならこれで一発 KO のはずが。無敵でくれれば一発 KO のはずが、スマブラではそうではないと。そう言ったら終わるからこのゲーム。はーい、ほとんど二人してやることが同じという。見てつまらないものを。
あ、取られた、違う。おい、捨てるな、捨てるな。両方外れるという。ちょっとしぶとかったね、ピンクの丸。しぶといよ、てか、お前。なかなか死なない。死ねえよ。あら、早く死んでくれ。時間ねえんだ。こっちはな、実況なんだぞ、実況。超ぐやぐやだね。はあ、難しい。痛みつけた後も。いやだ、ちょ。いった。かれましたね。はい。イエイ。ああ、終わった。倒しました。終わった、終わった。結構かかりましたね。背中にピータリピットちゃん。でもこんなのが張り付いてたら怖いと思いますけどね。え、俺もえ、てかもうペラペラ喋っていいと思うよ。デスモスチュアじゃなくて。あ、実況となるとね、初だし。じゃあもう普通でいく。ぽよよん。で、負けたのに笑うという。お前は M か。なんかさ、マリオさん、今のあいつのさ、市長選挙出てさ、今日は ご清聴ありがとうございましたみたいなさ、ありがとうございました。てか前あったよね、バカなカービィ略して。うさぎ戦艦。宇宙戦艦、ヤマト。こいつはまるでゾンビだけど、こんな可愛いゾンビだったら別に怖くもなんともない。華麗に舞ってきた。てか今話途切れましたけど、あったよね、バカなカービィ略してバービーという。ああ、このバービーでいこうと思います。大丈夫だ。バービーはやばかった。おお、俺もう始まってたよ。しんどけ。ただ落としてるな、こいつらは。問題ない。完全にさ、あのさ、ポンプいたら最強だったよ。完全にポンプ付きのやつもあったらさ、神だよ。おお、ファイアボール。熱っ。あらら、ごめんね。痛いガラン。あれ、あらら、返してきたね。ボーン。あ、俺の手奪われた。投げ捨てて。どりゃ。カイン、カレーになりました。あーすごい、最後が落下。よっしゃー、何すんじゃー。そして姫二人の出番はないという。音量大丈夫なのか。かなり音量はボソボソになってるけど、これ大丈夫なのかな。まあ挑戦してもらえたらあれよ。てか思いっきり今エンシェント教をスルーしました。空気でした、空気空気。そしていきなりこれで絶対あれです、あれ絶対あれですよ、カップラーメン作る時間にあえて設定した、これは。ここマリオいきなりやられるん。そんなでっかい敵を食らっても前にいた3人が当たらないという。すんなり捕まれている。ピーチはよく、どっち助ける。君の足は一体どうなっているんだい。どっち助ける。いや、これはゼルダでしょ。ゼルダ、ゼルダの方がですね。これは黄色だ、ちゃんともらうから。俺もし黄色だったらさ、カラシだよ、カラシ。痛い、痛いでしょ。あー、痛いですね、早く。痛い、もうこのね、プリプリというね、もう使ったことがない。痛い、やだ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 、ピーポーピーは。頭押さえていって、持っちゃったよ。痛い痛い、来ないでーって前言って、よし、うわ、でかくなっちゃった。
シールは取っておきます。このまま地球ベース覚えたら怖い。てて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 、はい、出ました、この顔一番大嫌いだよこれは。マリオマリオリマンは作れるけど、ワリオリマンなんて疲れてる。てか、いつ校内園いうような状態になるんでしょうね。さあ、しない。これもう心臓つらないで、普通死ぬ。あーきゅー、なんか持ってはいけない部分を持ってる気がする。まあ、あいつド変態だもん。やばい、やばい、チュドーン。観客たちが逃げないという不思議。もう戦いにね、戦いに人生をかけた観客ですよ。応援するだけの観客、俺の人生は応援するだけでいいんだみたいな。そして見事に消された。これでステージクリアって怖い。おー、